エールの部屋へようこそ。この番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。ニックネーム脳汁太郎さんでございます。お便りを読み上げます。脳汁太郎は2024年1月中旬から白湯を白湯を飲み始めました。ブックオフで110円で購入した白湯特集をした文庫本を立ち読み購入したのがきっかけです。飲み始めて2日後お腹の調子が突然悪くなり、その1日は血便が止まらなかったのでどうしようかと不安になってしまいました。しかし次その次の日収まったので、今思えば一気に白湯を飲みすぎてしまったので体がびっくりして、今まで体内に何十年も蓄積された老廃物が一気に流れ出してしまった、一時的に体調不良になったんだと思います。結果的にその日から長年の便秘気味や血流不調の改善もされ、腹に何十年も蓄積されていた脂肪もかなりのスピードで減っているので、嫌でも分かるぐらい体がいいですと。吉谷さんが白湯白湯みたいに日々やっている健康や健康に気をつけていることがありましたら教えてください。また吉谷さんが年寄りになったらなったかなと思ったエピソードあったら教えてください。ちなみに吉谷さんがおすすめされていたバナナ、そういう時は最近バナナを食べずにみかんばかり食べていたので新たに取り入れたいと思います。それにしても最近健康法ばかり考えるようになったのは、3年ぶりに会った同級生たちの老け方、メガネの厚み、白髪の増大を見たことが影響になったのです。 R 進度君はそのレベルをはるかに超えていましたと。そういった意味では年寄りになったのだと思います。25歳ぐらい秋葉原でデザイン会社は1日4食とか徹夜とか暴飲暴食平気であって、80キロ近くの、まま過ごしていたら確実におかしくなっていると思い、会社が秋葉原から日本橋に移転するのを機に逃亡したのは今でも正解だと思います。すでに健康診断で、脂肪がやばかったので、今も、確実に生活習慣病を発症しまくっていたような気がします。話がだいぶ逸れてしまいましたが、健康に関心を持つお年頃にすっかりなったということです。よろしくお願いしますと。健康に気をつけてることは、まあ、R1 とバナナですね。僕は毎日 R1 飲んでて、あとバナナですかね。これは、あと毎日僕ニンニク食べてますね。ニンニクはね、毎日食べてます。なんかに入れて。まあ、チャーハンに入れるなり、今僕ラーメンスープも作るんですけど、なんか鶏ガラから取って、で、そのラーメンスープにもなんかニンニクバーンって入れたりとか、とにかくまあ、ニンニクを取らない日がほぼないですね。ニンニクはしかもなんか中国産ではなく、その青森県のちょっと1個で300円ぐらいするんですけど、それはこだわって買ってますね。なんか中国産ってなんか10個とかで198円とかするんですよ。あと3つで98円とかね。だけど僕1個で300円ですね。でそれを買うようにしてます。まあぶっちゃけタバコより安いですからね。タバコ吸ってんですけど、タバコ600円ですから、ニンニク300円だったとしてもニンニク2つ買えるやんって話なんだけど、そのニンニク、あとバナナか、あとは R1 ですか。 R1 も毎日ほぼ飲んでますね。だから R1 とバナナ一緒に食ってる感じですかね。ほぼそれかな。まああとは最近はずっとそれか。そうだ。言おうとしてたのが、その最近、その冷蔵庫が新しくなったんですよ。で、すげえ、その、収納できるようになったんで、久しぶりに人参とかじゃがいもとかも結構野菜の全部いろいろ買っても入るようになったんで、だからちょっと、今までずっとチャーハンとか食ってたんで、なんかスープ作って、他のなんか僕やってみようかなっていう感じですね。で、そう。で、カレーこの前買ってきたんですけど、カレー久しぶりに食おうかなっていう。そう、カレー、もう久しぶりですね、カレーを作るのは。そう、野菜とか全部いっぱい入れてね、食べようかな。そう、今日収録している今日夜カレー食おうと思ってるんで、これから米炊いて、ちょっとカレー作ってきます。
これ収録あと何本、あと収録何本しようかな、はい、あと収録、あ、収録これが28でしょ、放送日が。だからもう一本ですね、もう一本したら2月分の収録全部終わりなんで、もう一本したらちょっと飯、自炊、カレー作ります。あの野菜ちゃんといっぱい入って、あと肉も買ってきたんで。そう、だからもうほんとね、冷蔵庫良かった。僕ね、もうほんと冷蔵庫マジいいっすいや本当に良かった、いい買い物しました、冷蔵庫は。いや本当に料理のそのいろいろ具材が入るんで超助かってます。こんな、まあ、まあね、自炊する人しか分かんないかもしれないですけど、めちゃくちゃやっぱね、前のやつはね狭かったんでパンパンなんですよ、食材買っても。でも今は結構ゆとりがあって、野菜室も大きいんですよ結構。だから超いいですね。だからまあなんかすげえハッピーです。冷蔵庫を開けるためにハッピーですねうわーまだ入るやんみたいな。これからもずっと自炊が続きますね。ほんと最近だから飯食いに行かないですね、行ってないですね。吉牛にも行かなくなりましたね。ただなんかソフトバンクの吉牛のな 20% かなんかクーポン出てるので、ちょっと食べようかなとは思うんですけど、でも食べてないですね、それでも。やっぱ自炊が僕は一番いいですね。あの、なんだ、美味しくて。そう。あと最近はね、まあ男飯みたいな動画も僕シリーズあるんですけど、最近また僕音声学習ちょっとしていて、だから音声学習しながら料理作れるので、だから料理作りながら音声学習みたいなね。最近ちょっと男飯撮ってないな。もうなんかもう、その音声学習しながら料理動画撮れないので、そう。もういいかな、みたいな。だからまあ、とりあえず、ちょっと僕も学習必要ですから。そう。で、いいっすよ。音声学習しながら料理するのって結構僕好きですけどね、非常に。なんかすごい有意義です。なんかその、作るのって僕好きなんですよ。だからなんか作りながら学習もできるし、もう最強ですね。ただね、皿洗いがちょっとめんどくさいですけどね。でも皿洗いもなんかその、その水回りとかその、綺麗にしてる。まあその時も音声学習してるので結局はね、皿洗いしてる時も。でもその、キッチンがこう綺麗になっていくのも結構僕好きなんですよ。綺麗にこう、全部食器洗ったりとかして綺麗に拭いて、あ、綺麗になったなっていうのも結構好きなんで。だからまあ、だから自炊か。自炊っすかね。多分まあ、あんまり結構ね、自炊する人いない、少ないと思うんですよね。あんまり。その、男一人でこうなんか、多分なんかコンビニとか、なんかどっか外食で済ます人多くないですか、多分、おそらく。結構僕自炊してる方だと思うんですけど、結構ってかまあ、あのまあその割合的にはまあ全部の統計取ってるわけじゃないですけど、結構多分どっかで買って食って済ますみたいな人多いと思うんですよね。まあそれはやっぱあとまあ会社で勤めてるから忙しいっていうのもあるじゃないですかね。会社でその勤めていて、例えば夜22時とかね、23時に帰ってきてから、そっから自炊ってしんどいですよね。だそれもあるな。それも多分あるわ。だからそっから、例えばその、サラリーマンの方とかはね、だいたい22時とか、そんぐらいに帰ってくると思うんですよ。定時で上がれないところはね。で、そっからなんかコンビニで買ってきたものとか、スーパーのなんか買ってきたものとか、それで食う人多いと思うんですよね。時間も時間だから。だから僕はやっぱありがたいですよね。やっぱ時間があるんで、それは本当、それもありがたいですよね。だから、もし、だって朝とかもね、その朝飯とかも、無理じゃないですか。無理、ね、朝忙しいだろうし。もう時間に束縛されてないから、もう自由に作れるし、自由に買い出しできるし、本当それありがたいですね。ないと思ったらすぐスーパー行けるし、椅子作ってもいいし、まあこのね、収録とかも別に、あの、好きな時間できるし、まあ、ちょうどね、今、ルルちゃんが寝てるんですよ。だからもう、しめしめと思って今収録してるんですけど、ずっと静かに寝てますから、今。さっきまでうるさかったんですけどね。よかった。はい。まあ、自炊っすかね。そう。自炊しましょう。まあ、でも一般はなかなか自炊難しいとは思いますけどね。はい。
ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。